どうもどうも、ジャンプ部屋おじさんです。三玉セキュリティ、三玉セキュリティ、セキュリティ、第47話稼働で、最終回の感想です。打ち切りですね。まあ作者自身もその打ち切りであることを全面的にアピールした、私たちの戦いはまだ始まったばかりっていう、文言を使いまくってるので、これはいわゆる古今東西週刊少年ジャンプ、古今東西というか、まあ、昔のジャンプの定番の終わり方と言えるような気がしますけど、まあ、つまり最終回、打ち切り最終回になった漫画の最終ページの煽り文が、俺たちの戦いはまだ始まったばかりだっていう感じで、まあ最後のボスとかを倒さないで終わるっていうのが、まあよくあったので、まあそれをネタにした感じで、対応されてました。まあもしかしたらポポキという敵キャラが出てきた時にはもう話は締めに入ってたんじゃないかと思われますけど、三玉セキュリティ私は結構好きだったので、残念ではあります。ただまあその週刊少年ジャンプのアンケートの仕組みと、まあギャグ漫画であることを考えると、まあギャグでアンケートが良くなかったっていうのは、まああんまり刺さる人が少なかったっていうことだと思うので、まあそこは悲しくはありますけど、まあジャンプでやってる以上は仕方がないのかなと思えてしまいます。だがしかしそのこの鳩宗先生の作風およびまあ三玉セキュリティというものの作品のことを考えると、まあ話作りも丁寧だし、ギャグも丁寧だし、安定感もあるし、バランス感覚もあるので、まあ今後も、新連載とか読み切りに期待したいなと思う部分もあります。そしてまあ48話にあたる部分がジャンププラスで特別番外編が掲載されるということなので、その辺にも触れておこうと思うんですが、まあ、おそらく回収されなかった伏線、ハゼレナの父親は一体どういう父親だったのかっていう部分が番外編での話になるのかなと思われます。まあ、もちろんその父親の話とか 100% ぶん投げる可能性もあるかと思うんですけど、まあ、どうやらハゼレナの家庭はシングルマザー家庭であるのと同時に、父親はまあ他界してるのか離婚して別居してるのかは分からんですけど、もともとそのセキュリティに、の人間だったんじゃないかっていう示唆がありましたから、そのあたりの話になるんじゃないかと、予想してますけど、ぶん投げられる可能性もあるかもしれません。そしてまあと他にその48話の内容があるとしたら、高校生から短大入学まで時間が吹っ飛んだ中でいろいろあったっていう風に、ネタ的にそのやってないことが並んでるシーンがあるんですけど、まあキャンドル伯爵との死闘とか、キャンドル伯爵との死闘とか、その辺の内容が番外編で描かれるっていうようなこともあるのかもしれません。はい、そんな感じで最終回となってしまって残念なんですが、鳩宗先生の次回作に期待したいのと、鳩宗先生のツイッターを実は見ていると面白いので、ツイッターでの活動とかも、今後も期待したいと思います。はい、そんな感想でした。残念ですが最後まで面白かったです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。ジャンプ部屋おじさんのチャンネル登録もよろしくお願いします。